街角にあるものはボックスが入ってます。でボックスに入ってるやつは開けるとけたたましい音がします。ビビらんようにしましょう。ですね、最後になりますね。で、開いてもらうとですね、こんな感じになってます。日本ではね、大きく分けて3つぐらいのメーカーによって分かれてますけども、これはですね、日本光電というメーカーのものになります。ちょっとね、形、色とかが若干違いますが、どれ使っても似たような使い方だと思っていただければ結構です。裏にはですね、こういうものが入ってまして、この中にはグローブ、いわ感染防止用具ですね、ハサミ、何使うか分かります？そうですね、服着る、バーン、カミソリ、ムダ毛の日ね、そうね、ムダ毛ね、はい、ゴムがね、ヤローのやつ、ソールみたいなね、場合によっては昨日の俺じゃないですけど、ジョモパッドっていうのが出てて貼り付けてビリッてやると手も抜けるっていう、もう本当にそれで蘇生しちゃうんじゃないかみたいなやつが、ね、入ってるやつもありますんで、まあ、それは人によって。